はい、では次はですね、その名詞の扱い方の判断についてここまで説明してきたんですが、まあ、それをですね、フローチャートにまとめてみたので、それについての説明をしていきたいと思います。まずですね、最初に説明した通り、名詞の扱い方の選択肢として、以下の5通りがありますと。で、まあ、名詞の扱い方がわからないっていう状態とはですね、まあ、この5通りの中から、それなりに根拠を持って適切な選択肢を選べないと。まあそういった状況を意味するということはすでに申し上げたと思います。ではですね、この5通りの中からどのようにこう選んでいけばいいのかと。まあその悩まないようにですね、こう以下のフローチャートの手順に従っていただければ良いのではないかなと思っています。で、まあそのフローチャートの全体像なんですが、まあこのようになっています。まあ、この手順に従っていけばですね、まあ、どれかに行き着くはずなんで、まあ、それが、まあ、よっぽど間違っているっていうことはないんじゃないかな。まあ、それがあなたの意思ですということで、まあ、詳細に説明していきたいと思います。で、まずですね、その名詞を使うときに考えなきゃいけないのは、まあ、そのあなたがその名詞を用いて言及するものことに関して、読者とイメージを共有しているかと。まあそれについて考えていただいてですね。まあ共有している場合、まあイエスの場合、定冠詞の座をつけると。で、共有していない場合は定冠詞の座をつけないということになります。で、定冠詞の座をつけた場合は、こう丸にはですね、その名詞で言及しようとしているのは複数のもののことかということを聞くことになります。で、こう、定冠詞の座をつけないことにした場合は、その名詞で言及するものことの一部を切り取った場合、その名詞にどのようなことが起こるかといったことを考えます。で、丸二に行った場合、どうなるかということなんですが、まあ、その名詞で言及しようとしているのは複数のものことかと。複数であれば、イエス。で、こう、座に複数形の名詞をつければいいと。で、まあ、ノーの場合、まあ、これは単数と不可算なんですが、まあ、この定冠詞つける場合はあまり気にしなくていいので、まあ、その場合は定冠詞座に名詞の単数をつけて、まあ、これはここで終わりです。で、次にですね、こう定冠詞の座をつけないことにした場合なんですが、まあ、その名詞で言及するものことの一部を切り取った場合、その名詞にどのようなことが起こるか、まあ、これを加算不加算を判断しているわけですね。で、その切り取った一部はその名詞では言及されない、もしくはそのものことは壊れてしまうという場合はですね、こうその名詞は加算であると。まあ、鉛筆のこうかけら、切れ端っていうのは鉛筆じゃなくて木片ですよねと。まあ、その話になります。壊れない、もしくは壊れるという概念が通用しない場合、まあ、この場合はその名詞は不可算であるということになりますね。で、その名詞が不可算であった場合、まあ、その名詞で言及されるものことは、まあ、世の中に無数に存在するそのうちのある一つについてか複数についてかということを考えます。で、ある一つであれば不定冠詞の案に名詞の単数形ということになります。で、複数であれば無冠詞に名詞の複数形をつける。まあ、これらに行き着きますという話ですね。でも壊れない、もしくは壊れるという概念が通用しない、そういった場合はその名詞は不可算なので、これは無冠詞の名詞の単数形にすると。で、まあ、名詞の扱い方において意識すべきことということで最後にまとめたいんですが、まあ、その名詞を扱う、どのように扱うべきかの判断というのはですね、まあ、その辞書で調べて載っているものではなくて、まあ、本人にしかわからないと。まあ、ここまで言ってしまっていいのかわかんないですけど、まあ、割とその主観によるところも大きいですと。なので、まずはこう自分で考える習慣をと。自分がどのようなことを言い表したいかというのが、まあ、最も重要になるということです。でですね、まあ、正しい名詞の扱い方を身につける、まあ、一番の簡単な方法というのは、まあ、実際のコミュニケーションが必要です。でですね、まあ、その英語でコミュニケーションして私もなんとなく分かったんですが、まあ、日本語でこれはこうじゃないよっていうような議論ができるので、まあ、もしよろしければ私が相手になりますと。ということで、まあ、課題を通じてですね、こう自分の書いた英語が、まあ、その他人、まあ、私なんですが、どう見えるかっていうことに、まあ、ちょっと一回向き合って考えるっていうのが、ある意味一番の勉強になる。ということで、まあ、ここの、まあ、
までの、ここでの説明は以上にしたいと思います。